と英雄伝説始まるの責任実況プレイのパート50やっていきたいと思います。ロイドルートチャプター3ウルサラ病院を見て回ろうということで、早速ね話を進めていきましょう。ここもしていきなり連れできるか。それさてよし来た。早いんだな。よっしゃ。お、熟成ビーフシチュー。作れるかな。いや、とりあえず、あ、これ CP 回復の使えるんだ。リーシャが得意、ユーナも得意。エイドスのみぞ知るかな。これぞエイ。うん、オッケー。病棟の方行けばいいのか。キヨだ。あんたたち、お疲れ様だ。これ差し入れよ。よかったら食べてちょうだい。いいんですか。ありがとうございます。いや、医療機器のトラブルなんて初めて対応したけど。だがうまくいってよかったよ。お疲れだ、二人とも。いや、本当になんて俺を言っていいかわからないな。あんたらがいなかったら。今頃俺たちも新総統に従わされて、くそ、一体どうしてこんなことになっちまったんだか。すみませんでした、本当に。そもそも私たちが式典を守れてさえいれば、私たちにもっと力があれば。おいティオ。ティオ君。そんなことないって。ああ、誰もあんたたちを責めるつもりなんて。あれだけのことが起きちゃ仕方ないわよね。見て、ロイド、ティオだよ。よかった、こちらに避難してたんだな。市民たちと何か話してるみたいだが、あれは、そう、仕方なかったんだよな。ああ、こうなってみて改めて気づかされた気がする。やっぱりクロスベルに完全な独立なんて無理だったのかもしれないって。あ、いきなり何を言って。あら、だってそうだろう。今まで通り帝国に従ってさえいれば新総統なんて現れなかったはずだ。英主隊も町を占領しようなんて考えなかったんじゃないのか。思えば帝国の属州になってからはずっと景気も良かったよな。なのに、
俺たちはどうしてそこまでサイドクリスに躍起になっていたんだろう。どうして自由になりたいなんて思っちまったんだろうな。おいおい、本当にどうしちまったんだ。そうです、そこまで悲観することは。新総統に黒の英雄だけじゃない、あんなでかい人形たちまで現れて、その上あの元大統領まで協力して、町の人たちもみんな操られてしまって、ここまでのことが起きてしまったら、もうそんなことはありません。クロスベルにはロイドさんたちが、他の協力者だってたくさんいます。支援課に警察、警備隊だけじゃない、外の人たちもきっと動いてくれているはず。こんなことは長く続きません。ティオ君。そう、いつだって希望はあったのよね。マフィア新教宗教の事件に、独立国の事件、帝国の占領やあの大戦だって。でも結局最後は全部台無しになっちまうんだ。この間の調印式みたいにな。本当は存在しない希望なんかに、いつもいつも振り回されて、いつもいつも、いつもいつもいつも、いつも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 存在しない希望。でもそれでも私たちは。やめて、もう聞きたくないわ。うんざりなんだよ、何もかも。そもそもあんたたちが何か言えた立場なのか。2年前、あんたたちが大統領を逮捕しなければ、独立国が今も続いていれば、こんなことには。俺たちがやってきたこと。やれやれ、揃いも揃って何を言ってるんだか。あんたたちは。ロイドさん、キーヤに、ワジさんまで無事だったのかよ。当事者の一人として一つだけ指摘させてもらうよ。2年前の大統領の逮捕劇に、どうしても何もない罪を犯した大統領を、しかるべき立場にある彼らが法にのっとった上で職務を全うした、ただそれだけのことさ。え、何を言って、いくらなんでもそれは無責任なんじゃ。一体何のだい、正義の味方として、独立の象徴として、それとも英雄としてとでも言うつもりかい。本来あくまで特務支援課は警察の一部署でしかなかったはずだ。君たちはどこまで支援課に幻想を抱き続けるつもりなんだい。それは、まあそれほどまでこの2年間は長かったってことでもあるんだろう。帝国という巨大すぎる存在を前になす術もなく、埃が踏みにじられるのを見ていることしかできず、いつしかそんな救世主じみた存在を求めるようになったとしても、それは誰にも責められることじゃない。でも個人的にはそんなクロスベルの姿なんて見たくなかったな。ロイドたちやバルドたちとかけがえのないものを手に入れて、いつしかこの地を本物の故郷以上に愛せるようになった一人としてはね。ワジ、ロイドたちがそれを選んだのは、ある一人の女の子を助けるためだったと思う。それでクロスベルが帝国に飲み込まれて、女の子は少しも考えなかったわけじゃないんだ。自分さえいなければ
こんなことにならなかったんじゃってキイよでもね、あの時ロイドたちがそれを選べたのはその女の子のためだけじゃなかったはずだよ。今まで何度も苦難を乗り越えてきたクロスベルの強さを知ってたから。それを選ばなかったとしたらもうクロスベルじゃいられないから。助けられた女の子も含めてクロスベルのみんななら乗り越えられるって信じられたからだと思うんだ。そうか、俺は、俺たちは。キーヤはそれに応えたい。精一杯キーヤにできることで。何も持っていなかったキーヤにいっぱいいっぱい大切なものをくれて、キーヤをキーヤにしてくれたロイドたちやクロスベルのみんなのために。みんなにだってきっとできることがあるはずだよ。キーヤにそんな強さを教えてくれたクロスベルのみんななら。俺たちにできること、確かに悲観的になりすぎてたかもしれない。今までこんなことは何度もあった。だからこそ、ええ、そんな苦難を乗り越えたから今のクロスベルがあるのよね。クロスベルの俺たちの強さか。オーラが。特務支援か。それからお嬢ちゃんも悪かったな。変なことを言っちまったみたいで。あんたたちにはいつもいつも助けてもらってばかりだったのに。ええ、いつの間にかそれを当たり前に思ってた、当たり前みたいに思ってたのね。俺たちに何ができるのかなんて正直まだはっきりとはわからない。でもあんたたちが動き始めたのに後ろばかり向いてちゃいけないよな。ああ、希望を持っていかないと。何はなくともあんたたちが無事で本当によかった。これからも応援しているから頑張ってくれよな、特務支援課。俺たちがやることは変わりません。一歩ずつ前に進んでいくだけでしょう。ですがそれだけじゃまだ足りません。皆さん一人一人の力が必要です。大切なものを取り戻すためにはどうかそれぞれ考えてみてください。この俺たち特務支援課も精一杯それをお手伝いしますから。その後、ロイドたちは市民たちと別れ、司令の看護師を呼んで、頼んで、ナースと一緒に話せる場所を借りられることになったのだった。ティオ、遅くなってごめん。無事でいてくれてよかった。いいえ、ロイドさんの方こそ、あの状況で、あんな怪我をして、よく無事で。ありがとな、ヨナたちと頑張ってくれていて心配をかけてしまって本当にすまなかった。本当です、あんな無茶をして。でもロイドさんならきっと戻ってきてくれると思っていました。ロイドさん、改めてお帰りです。ああ、ただいま。思わぬ収穫だったかな。おお、よかったね、ティオ君。ああ、もう、あんたはいい加減泣きやめよな。西の RF 軍需工場。やはりロイドさんたちもそれを調べるために来たんですね。やはりということはそちらでも調べようとしていたのね。ええ、船や室長との情報収集で
怪しい情報がいくつも出ていたので、それに町から逃げた時にあの人物を見かけたことも含めて。まさか独立国の時に介入してきた結社見喰らう蛇の使徒第6中13公募のネットワークを統括するエフ・ノバルディス博士か。やっぱり結社も噛んでいたか。うすうす予想はしてたけど、確かいろいろな技術を基礎にした応用が得意って人だよね。ええ、それをもって初代の新居を完成させた天才技術者。彼が関わっているとしたら新型魔法騎兵や仮面の存在にも説明がつきます。 RF 軍需工場、やはり調べる必要がありそうですね。ああ、きっと事件解決につながる有力な情報が手に入るはずだ。そちらで潜入ルートの目星はついているか？はい、ユナとすでに検証済みです。戦争前に軍需工場の建設にあたって地下貨物路線が空中というのかな、されてたのですが、ウルスライダーの地下から直接向かれるルートがあるみたいで。本当か？ヒヨが言うならなかなか有望そうだね。準備ができ次第向かうとしよう。この事件の背後に何があるのか何としても突き止めるためにも。結社が関わっているなら聖杯騎士としてもいよいよ見逃せない。新総統たちが何を企んでいるのか真実を暴いてやろうじゃない。うん、みんなで頑張ればきっと、ううん、絶対に。せいぜい道中でとつかまっちまねえようにしろよ。そんなんじゃせっかく手伝ってやった甲斐もないからさ。ああ、十分気をつけるよ。ヨナもありがとな。今までティオと頑張ってくれて。大したことはしてないっての。ま、よかったんじゃね。前の調子が戻ってきたみたいで。相変わらず素直じゃないね。ちょっと声やべ。一本取るの喉が持たなくなってきた。ヨナだもんね。うっさいな、もう。とにかく軍需工場のことは一旦任せたよ。こっちも情報集め続けているから、どうか気をつけて行ってくるといい。地下のホームには HF のロビーから降りられるはずだ。うん、ありがとね。行ってきます、ロバート室長。どうかご無事で。ああ、ティオ君も。バーニングハート2、何がどう変わったんだ。ターン伸びたかな、よくわからん。さてでは、1階のどっから、ホームにはこのロビーから降りられます。そっか、向こうに扉があるね。行ってみよう。こっちだった、こっちじゃなかった、こっちか。これが新しく作られた地下路線か。何気に来るのは初めてかな。列車が通っていないせいか妙に雰囲気があるね。ああ、確か町の占領後は全面運休になっているんだったな。ええ、今なら危険も少ないかと。あちらから北上した先に貨物路線との分岐があるはずです。まずはそこを目指しましょう。線路を歩くのってちょっとドキドキするよね。地下活動中は何とかやったな。とにかく出発だ。気を引き締めていこう。なるほど。せめてこれセットしときたいね。と、リーンの方からこれと、
どうしようかな。これの代わりにこれだな。よし、休みましょう。イベントマーク近くない？一気に落とすよ。俺の番だな。水ドライブ開始。EP めっちゃ持ってかれた。ステータスオールグリーンです。オッケーオッケー。俺の番だな。よし。さてと。私の番です。アークスクレイ。オッケー、ドマイ耐えたし。よし、もう大丈夫だ。よし、やったぞ。ここが分岐点か。このまま真っ直ぐ行けばクロスベルシュにすがっているんだな。さすがに町方面の警戒は厳重だろう。近づくわけにはいかないね。でも絶対いつか帰ろうね。ここにいないみんなも一緒に。ええ、全員合流して新総統にカウンターパンチを食らわせて、何としても私たちの我が家に。ああ、もちろんだ。キーア、マジ、さっきはありがとうな。ほえ一体何の話だい。分かってるだろ、病院での屋上でのことさ。おかげでようやく気づけた気がするんだ。市民たちだけじゃない、俺たち自身が見失っていたこと。クロスベルが自治州じゃなくなったあの日、俺たちには目標ができた。絶対にもう一度クロスベルの独立を成し遂げてみせるって。でもそれは愛国心だとか誇りを守るだとか、そんなかっこいい理由じゃなかったはずだ。あの時独立国を否定してクロスベルが帝国に飲み込まれることになって、それをどこかで気に病みながらも一生懸命俺たちを支えてくれた一人の女の子、そして俺たちの決断に付き合わせる形で苦難の道をたどることになったクロスベルの人たち、そんな彼女がみんなが何の憂いもなくまた笑顔で過ごせるクロスベルにしたい、そんなささやかな願いだけだったんだ。ライド、私やエリーさん、ランディさんたちも同じです。でも私たちはそれをいつの間にか忘れてしまったんですね。多くの人たちの期待を背負って戦ううちに
再独立そのものが使命であるかのように。そして自分たちでも知らず知らずのうちに独立の象徴たろうとクロスベルの英雄たろうとしてしまった。人々がわずかにでもずっと抱えていた絶望感や不信感からも目をそらして、それが市民たちが新総統を受け入れてしまう隙間となったんだろう。だけど俺たちはもう忘れない。俺たち特務支援課の支援のあり方を、目の前の問題を一つ一つ地道に解決して、市民たちをただ支えるんじゃなく寄り添い支え合っていく、それが俺たちの足場で強さだったこと。ああ、それこそが僕が惚れ込んだ君たちさ。そしてきっと今回の事件でも同じだろう。これまで乗り越えた事件の陰に多くの人々の支えがあったようにね。うん、キーヤも全力で支えるから。ロイドたちの仲間の一人として、キーヤ・バニングスとしてゼロからの出発ですね。ああ、そして奪われたものを絶対に取り戻そう。特務支援課としてみんなと力を合わせてこの事件の真実をつかみ取ることで。ん？あれ？銃声？これって何か音が聞こえますね。これはまさか銃声なのか。それにこの駆動音は、あの人たちは。止まれ反乱分子が。諦めて投降するがいい。つ、大丈夫かティーター。はい、でもこのままじゃ。二人とも伏せてください。仲間がいたのか。で、お前ら支援課の皆さん、どうしてこんなところに。話は後だ、一緒に迎撃するぞ。こんなところで支援課どもを見つけるとは、相当閣下にあだなす愚か者ども、このヘルモードで蹂躙してくれる。ヘルモード、それが新型の名前ですか。やれやれ、まさかここで相手をするなんてね。だけど、ああ、引くわけにはいかない。全力で行くぞみんな。キーヤも頑張る。オーダーは任せてね。了解です。手強いぞ、気をつけろ。さて、俺の番だ。こんなタイミングでバトルになるとは思ってなかったよ。何かも読めてんな。じゃあやっぱあのこっちだけでもか、でっけえの。うん、取れてる取れてる。後ろなんか駆動してるだね。
いっちゃえ。さま今だ。バカな。はい、行きます。これで駆動解除。よし、今だ。行くぜ。勝て。私の番ですね。外れました。もらった。私の番です。勝てえな。いい威力だ。カルバリーエッジ。ちょっと足んねえ。オーバーキル、カウンターで。ところで立ち止まってられるかよ。レベルアップですね。レベル、ま、バカな。その期待があるとはいえ、生身でこの新型を超えるだと。閣下にご報告を。倒せたか。なんとかなりましたね。やったみんな。本当に倒せるなんて。助かったゼバニークス。他の連中も。あの得体の知らないデカブス相手によくやったもんだ。アガトさんやオーバルギアのおかげです。この先もこの調子で戦い抜きたいところだね。うん、こうやっていろんな人たちと力を合わせられればきっと。何やら腹をくくったみたいじゃねえか。よかったです、本当に。そういえば、どうしてティータさんたちはこちらへ。クロスベル市方面から逃げてきたみたいだが。その、実は、ここで会えたのもエンってやつか。お前ら、どこかでエリカのやつを見なかったか。え？エリカ博士に何かあったんですか？町が占領された時、私たちは IBC ビルにいたんです。そこに黒のエースたちがやってきまして、飽きました。私とお母さんの身柄を引き渡せって。そしたらエリカのやつ、俺たちをいきなり地下へのエレベーターに押し込みやがってな。ふざけてる場合か。あんな野郎ども俺がぶちのめしてやる。あの数に得体の知れない新型機体、いくらなんでも無理ね。あなた一人じゃ。依頼よ、アガットクロスナ。死んでもティータを守りなさい。いいわね。おい、エリカ。そんなことが。エリカ博士らしいですが、
いつもいつも勝手すぎるつうか。いや、俺がついていながら、なんてざまだって話か。アガットさん。そういえば、エステルとヨシュアもいないんだね。うん。二人ともあの事件以来、通信妨害のせいで連絡がつかなくて。お母さん、エステルお姉ちゃんに、ヨシュアお兄ちゃんも。あの二人なら、滅多なことはないと信じたいが、君のお母さんの方は心配だな。タフな方みたいだが、あくまで技術者だろうし、状況的に黒の衛士に捕まってしまったと考えるべきなのでしょうが、そもそも、どうして彼らは博士とディータさんを狙って？それは、全然わからないんです。とある人物が手伝いを探している、なんて衛士たちは言っていましたけど、地下の端末に何とか侵入して調べたら、RF の軍需工場に連れて行かれたみたいで、とある人物、それに軍需工場か。正直、嫌な予感しかしないね。ええ、今までの情報も合わせて考えられそうなのは。その辺の細けい事情も見つけ出して取り出してやるまでだ。そして通常、ギルドへの依頼は依頼人から報酬を受け取るまでが一セットだ。エリカのやつにはそっちをきっちり教えてやらねえとな。はい、絶対に助け出して。どうやら目的地は同じみたいだ。どうか俺たちも遠慮なく頼ってくれ。ま、旅は見据えてね。戦力的にも大いに助かるし。よかった。でしたらよろしくお願いします。技術関係の情報収集なら何か力になれると思いますし。ティーダさんがいれば鬼に金棒でしょう。正直に勝ってもね。よろしく頼むぜ、支援課。こちらこそよろしくね。RF 軍需工場。方向的にはこっちだな。ええ、そうみたいです。改めて向かうとしましょう。おい。じゃあ一旦、ここで一切りとさせていただきます。結構尺長くなっちゃってね、多分負けてると思うんですけども、多分、50時後半かな。はい。じゃあ一旦、切らせていただきます。